肥沃したてあるいは肥沃とは、二枚の着物を重ねて着ているように見せるために着物の袖口、振り、襟、裾回し部分だけを二重に仕立てること。人形仕立てとも言う。止め袖は祝いを重ねるという意味合いから白羽二重の下着を重ねて着るのが本来であった。これを肥沃重ねと言うが、今日では簡略化され。 着付けひよくを縫い付けることによって二重に見えるように仕立てるようになった。本振袖もかつては振袖を2枚重ね着たが、現在はひよく仕立てとする。染色研究家の木村隆は70年ほど前と比べて帯を胸高に結び、半襟をあまり見せない着付けをするようになり、着物を2枚重ねで着ることが困難になったため、止め袖や、 本振袖が、ひよく仕立てになったのであろうと推測している。止め袖は白羽二重の付けひよく仕立てが正式だが、振袖や、訪問着、色無地などでは、付けひよくを模した別布の伊達襟を半襟と着物の間に覗かせる場合もある。伊達襟は、ひよく襟、立てひよくとも呼ぶ。洋服の場合は、合わせの上前の前端を二重に仕立て、隠しボタン、隠しスナップ。 隠しジッパーとすることを肥沃したて、または肥沃という、オーバーコート、ジャケット、トンビ、マントアズマコート、ズボンの前開きなどに用いられる。英語ではフライフロント、またはフライファスニングという、ありがとうございます。